ニューヨークメディア、大谷翔平は試合の半分を観客として過ごしてるだけ。ドジャースの大谷翔平はナ・リーグトップの46本塁打を放ち、 MVP 争いで有力候補とされている。シーズンも終盤となり、メッツのリンドーアナ・エアスとの MVP 論争も激化しているが、ニューヨークでは一択のようだ。今シーズンの MVP 投票記者30人のうちの1人である地元紙 NEWSDAY のレノン記者はこう主張している。リンドーアのパフォーマンスは翔平、大谷の3度目の MVP 受賞を阻む正当な挑戦である。大谷は攻撃面でどのような活躍をしようが、プレーするのは野球の半分だけ。ドジャースの守備時は観客であり、ドジャーススタジアムで最高の席を確保したファン。イニングの半分に当たる守備ではチームの勝敗に与える影響はゼロになり、その時彼の価値はダグアウトのゲータレードクーラーよりもわずかに大きいに過ぎないと痛烈な皮肉を述べた。先発投手なんてシーズンの半分どころか1-4も出てないけど、投手全部ディスってるやん。その分王に補正かけてるんだから問題なくね。そもそも守備機会だって少ない時もあるやんけ。聞いててくさ、ニューヨークメディアほんまに西海岸にコンプあるんやな。それよりもニューヨークのアーロンさんの調子はどうなんだい？ワインところのジャッジの方がすごいんや。イニングの半分に当たる守備、アメリカの煽り文化好き。こんだけ焦ってるのは今年も大谷 MVP マジでいけそうなんか。投手ディスってんのかって言われると、あ、そうだよって感じやろ。実際投手は新人王レースでも MVP でも不利。メッツ記者頑張ってんな。まあこういう反応がある時点でニューヨークの記者ですら MVP の最有力は大谷だと認めているようなものだからな。DH が MVP に選ばれるわけがないと思っていたら、ここまで敵を押すような記事は書かない。名のほぼ全員がゲータレードクーラー以下ってこと。ニューヨークメディア本当好き。こいつにとってのゲータレードクーラーは超絶有能必要な存在で欠かすことなど考えられないとか。管理人のつぶやき、大谷さんはメジャー新記録の43-43をやっちゃった時点で、それに対抗するにはショートの守備プラス30本だけでは絶対にインパクト的に及ばずで、守備プラス40本、 OPS 0.950 以上は欲しいところですよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。